はい。みなさん、こんにちは。こんばんは。ここみチャンネルのょうが今日は、悔いの残らない人生を過ごそう。お送りいたします。よろしくお願いします。悔いの残らない人生を過ごそう。ということで、お送りしたいと思います。まあ、私自身ね、まあ、代々家の家系がそうなんですけれども、うちね、代々ですね、 あの、好きなことをやってきている家系なんですよ。もうおじいちゃんもうちの父親もそう、うちの母親もそう。みんな、全員。だからね、うん、やっぱその遺伝子が入ってしまってるんでしょうね。好きなこと、まあ好きなことって言っても、仕事も好きなんですよ。だから、いや、この仕事は好きだなと思ったら一生懸命やってるんですよね。でも、 いやちょっとこの仕事はどうかなと思ったら、やっては挑戦してみることは見るんですけれども、うんこう合わないかなと思ったら、また次の仕事に移ってるんですよね。まあ、いろんなことをやってきています。とにかくね。だってやんないとわかんないですよね。これなんか興味があるな。ちょっと好きだなと思っても、やってみないとわかんないじゃないですか。取り組んでみないとね。取り組んでみて本当にね、いや、これ自分で合ってるなと思っていいんですよ。楽しい。 この仕事はやりがいがある。いやー、これは人のためにもなるしね。自分もこれはね、もう、魂を込めてやれると。いうことであればいいと思いますよね。まあ、それもね、だけどね、その一生の仕事にできるかどうかはまたわかんないですよ。10年ぐらい続けて、いや、なんかそろそろ潮時かなーなんてね。そうと思うこともありますよ、人間ね。そしたらよくよく考えて変わればいいんですよ。 だっていろんな才能能力を試してみないとわかんないですよ。一回だけの人生ですよ。よくね、なんかこんな言葉を言う人いるんですよ。いや、もう今の、もう今回のなんか人生は、ね、現世の人生は苦しくて、もう本当どうしようもないけど、まあ私はね、あの来世に託しますよ。生まれ変わったら、もういい人生が過ごせるようにって。いやいやいや、生まれ変わったら今の記憶なんかあるわけないんだからね。だってあるわけないじゃないですか。ね 今の記憶があったら、今前の記憶があるはずでしょうそうなりますよね。だからないやん、ないない。そんなこと言ってたらいけない。だから今生きているので、もうね、今の記憶はね、なくなってしまうんですよ。だから、今じゃなくてまた来世にかける生まれ変わったらこうしたい、ああしたい。いやいやいや、それは夢を語るのは自由ですけれども、 生まれ変わったってそんな根性じゃダメでしょね今ダメで生まれ変わったらどうかこうかああだってね。今回の結婚は失敗しちゃいました。生まれ変わったらもっといい人と結婚するんだ。いやいやいや、生まれ変わったらもう違う人間になってるから記憶なんかない。ねだってあったら、ね今はだって生まれ変わって、前の人が生まれ変わって今自分だったら、で今の自分は何なのってことになってるでしょ ね、だからそんな都合よくね、自分が思ったようにいかない。今の現世、今を思いっきり楽しんでいきないと何にもなんないですよ。うん、だからね、なんか苦しいばっかりで、まあ人間なんてのはそんなものだよって言って、いや、もうやりたいことなんかそれはできないよ。苦しくてお金も必要だしさ、なんて言ってね。でもそうやって、まあ我慢ですよね。我慢して一生過ごしてしまった人の、 まあ死に際っていうかね、最後にね、まあお会いしたこと何にもあるんですよ。いっぱいある。みんな同じこと言うの。もっとやりたいことをやっとけばよかったなって。本当に。そうやってあっちの世界に旅立たれて行かれました。もうほぼ全員ですよ。ほぼ全員。だからね、あの、最後の最後にそう思ってしまうんですよ。 いや、それはいけないよね。何のためにね、人生一回しかないのに生きてきたのか分かんないじゃないですか。だから自分の力も試さなきゃいけないから、精一杯思いっきりいけないといけないんですよ。いろんなことやってね。もう何でもいいんですよ。何でも全力ですよ。ね。日々全力。その時その時全部全力で生きる。これが一番ね、いいですよ。何やるにもね。うん、だからまあ恋愛もそうですよね。恋愛で。 全力ですよ。全力でぶつかってダメだったら、コッパみじんになったら、諦めないいんですしょうがないですよね。諦めるんですよ。諦めが悪い人いるよね。いやだけど、いやもうね、諦める。諦めて、次だ。ね。次行くしかないですよ。本当に。いいんだよ、失敗したって。そんなもんだよ。ね。人間なんかね、失敗だらけなんですよ。本当にね。でも、それでいいんですよ。 それでいいのだ。これでいいのだですよ。バカボンのパパですよ。本当にね。まあ、だけどね、一回しかないんですよ、人生ね。だから今、例えば35歳だとするじゃないですか。ね。人生ど真ん中ですよ。35歳。ね。ちょうど女性だったら、ね。まだ結婚されてない方は、いやー、いくらなんだってそろそろ結婚した方がいいかなと思ってらっしゃる。絶対に。だって子供を産いにしてもね、だんだんときついじゃないですか。ね。 50歳で産むって言ったって、それはいますよ、世界に。いや、きついですよ、だけど。うわーってなっちゃうよね、産むときにね。苦しいよ。ね。だけど、まあ、35歳だったらまだ大丈夫。ね。で、まあ、ちょっと体も鍛えとかなきゃいけないですけれども。で、うーん、もう、ギリギリじゃないかしらって思ってらっしゃる方いっぱいいると思いますよ。ね。なんとか30代のうちにね、結婚してっていうふうに。これがね、まあ、 あの警戒心が強かったり、疑心暗鬼だったり、いやー、やっぱりなっていうのだったりね、うん、だから過去にとらわれていると、なかなかね、結婚に踏み切れないと思いますよ、35にもなると。なぜかっていうとね、人間っていうのはね、過去の忌まわしい出来事に引きずられるというのがあるんですよ。これは多いよ、うん、だから、新しい、例えば男性とお付き合いをする時も、またこの人って前の人の、まあ、ひどい目にあったけど、 同じなんじゃないかしらと思うんですよ。ハスりかまちゃうんだよね。で、同じなんじゃないかなーなんて思う。で、なんかちょっとそういう気配がすると、やっぱり同じだこの人って決めつけちゃうんですよ。いや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 、そうやってね、決めつけちゃいけない。でも結果的にまた同じことが起きるかもしれないですよ。それは、それ自分が選んだんだからしょうがないんだよ、だけど。<laughs> ね。誰かが選んでね、この人と付き合いなさいって言ったらしょうがないよ、その人のせいにしても。でも自分がね、 あなんかこの人いい感じがすると思って選んじゃってるんだもんね。で、自分の見る目が全然ないってことになっちゃうじゃないですか。だから、あの、人を見る目も鍛えなきゃいけないですよ。私ね、2秒でわかりますよ。どんな人間も、どんな性格か。2秒。これ子供の時からそうなんですよ。あの、超能力だって言われてましたよ。みんなから。周りの大人からね。だからあっちこっちだから連れて行かれましたよ。あの、何か、 なんかね大事な商談でね、商談っていってもすごい何十億の商談ですよ。一回ね、まだ私、子供ですよ、子供で、連れて行かれてね、あの、有名な俳優さんにね、うちの父親の仕事の関係で、で連れて行かれてね、で、あのー、もう亡くなりましたけどね、もう,もう誰,誰でも知ってる有名な俳優さんですよ。その人が、いや、ちょっと、ちょっと来てくれよって言,言われて、私んですよ、ね、まだ子供ですよ、子供で、中学生だったかな。 ね、その時に。で、何ですかって言ったら、ああ、お前さ、人を見る目があるからさ、ちょっと10億円ぐらいのさ、いろいろちょっとあのお金が絡んだ話なんだけど、相手見てくれるかなって言うんですよ。ああ、はい、自分でできることだったらって言って、私はただ座ってただけ、あのレストランに行って、話聞いて。で、あのどうだったって、2時間ぐらいかな、そのいろんな仕事の話して、私はずっと隣で、あの、ハンバーグ、ステーキ、ライス食べたり。 あの、チョコレートパフェ食べたりして、言ったら話聞いただけ。で、終わって、その相手が帰ったんですよ。おい、どうだったって言うから、うん、ダメですね。何がダメなんだ。あの人は、とってもひどい人です。嘘ついてますから。やっぱりそうか。そういう噂はあったんだよな。じゃあ、ダメだなの、この話は。うん、やめた方がいいですよ、絶対分わかった。って言って、やめたんですよ。そしたらね、やっぱりその人、問題起きてね、 後々にね、捕まっちゃったんですよ。あの悪い人だったの。うんだから、お前、すごいなって言われたことありましたよ。でも、その話が広がってね、うちにも来てくれとかあの、こっちに来てくれって、<laughs> 本当に。いや、だから、あの人はすごい100、100%ですよ。まあ、わかりますよね。まあ、大体2、3秒でもう、この人は、うん、うさんくさいなとかね、いやー、これはもう全くの、全部嘘じゃないとかね。 なんだから、あの、テレビで記者会見だとか、いろんな人の顔を見ても、あの、あ、もう間違って、なんか違うことを言っている偽りだなっていうのとかね、すぐわかりますよ。まあ、誰でもわかるんじゃないかなと思ってたんだけど、わかんないみたいですね。<laughs> ね、多くの方はわかんないみたいで。やっぱりなんか生まれ持ってるなんかあるんですかね。みんながお前すごい、お前すごいって言って、可愛がられましたよ、子供の時からね。 あの、ちょっとうちにも来てくれとかね。家買うからちょっと来てくれとか。なんか言われてね。あっちこっち連れ回されてね。子供の時から。本当にそういうのありましたよ。いや、でもね、あの、自信はありますよ。外れたことも何にもないですよ。一回も。まあまあ、ほんと数秒見たら。まあ、長く時間がかかっても5分ですね。まあ、5分以上はかかんないですよ。ああ、なるほど。この人はこういう人だなっていうのは手に取るようにね。うーん、まあ、だけどいろんな人いますよ。いろんな人いるね。 まあ根本的にね、悪い心を持った人も言います。まあ目と顔に出るよね、大体ね。わかるはずなんだけどね。まあだけど、あの、よく、なんかね、テレビのニュースに人を騙したお金取ってね、捕まっちゃった人って出るじゃないですか、投資グループとか言ってね。どう見たって、いや、こんな人にお金預けるっていう顔してるのに、あよく騙されちゃいますね、みんなね。だからやっぱりわかんないんだよね。 わかんないんだと思う。うーん、まあ、いろんなことありますよ。ねうん、だから、いや、本当にね、あの、ちゃんと人を見る目を持たなきゃいけない。特に女性の方。やっぱりね、結婚ってのは一大イベントじゃないですか、人生のね。その中で、ね、自分がそうだ、こうだ、いいんだ、この人は、と思って結婚してもね、結婚したら、全然違ったと。結婚して、結婚生活始めたら、 お付き合いしていた時と全然違うとかね。ものすごい大変な態度を取るようになったとか、よくあるんですよ。いや、そんなの見てたらわかるんですよ。わかりますよ。私はわかりますよ、相手のこと。顔に出るじゃない。顎のラインとかにも出るんだよ、人間。顎。顎のラインが怪しいやつは全部ダメだよ、本当に。顎のライン。本当に。これ冗談でも何でもなくてね。ただ顎が形がじゃないよ。あの、 なんだろうやっぱ人間的な雰囲気が顎に出るんですよ。ね目にも出る、顎にも出る、顔全体に出る、体の動作にも出る、態度にも出るんですよ。足を組んでる、組まないにも出るんですよ。足なんか組んじゃいけないよ。本当に足なんか組んではいけない。いや、これはね、アメリカ人だったらいいんですよ。イギリス人とかね。足長いの。なんだけど、足の長い、かっこいい2枚目の俳優、大スターでも、足は組まないよ。向こうの人は。 ちゃんときちんとしてる人は、本当だよ。足組まない。失礼だって言ってるもん。だからね、あの、足をね、あの、そんなに足が長くもないのに組んでると、あの、腸がねじれるしね。<laughs> 本当ですよ。腸がね,ねじれるんですよ。だから、日本人の体形って足組むようにできてないんですよ。だからね、あの、かっこつけて足なんか組んでると、体が、中が曲がってっちゃうの。だからね、あの、体調が悪くなるんですよ。 腸の調子がね、悪くなるの。まあ、それも知らないんだよね。だけど、そういうこともね、体の仕組みもね。なんだ足なんか組んじゃうんだろうね。うーん、ねえ。キアノ・リーブスっているじゃない。彼、絶対足組まないからね。まあまあ、あの、テレビ出てインタビューの時とか、ちょっと形を作んなきゃいけないから足組んだりすることあるけど、彼は普段はね、あの、きちんとしてるよ。電車の中でも。全く足も組まないどころか、足を引っ込めてる。 で、あの、紙袋にいろいろ詰めて移動してるのね。彼は変わってるんだけど、紙袋だよ、あの大スターが。本当にあの、お使いに行くときのような紙袋なの。でか、あの、あなたは本気の大スターなんだけど、その、紙袋なんか、ね、ちゃんとなんか革のかっこいいバッグかなんか持てばいいじゃないかと思うんだけど、本人はね、贅沢だって言うんだよね。 変わってるよ。ボロボロのスニーカーをいつまでも履いてるし。とってもね、謙虚でね、つつましいです。ただオートバイが好きなんでね、あのオートバイはいいものを持ってますよ。高いやつをね。まあそれぐらいは許されるよね。だって8割も寄付しちゃってるんだよ。困ってる子供たちに自分のお金、稼いだお金、8割あの人。すごくないねえ。 その2割だけは使わせてもらいます、あの好きなものにって言って、オートバイが好きでね、オートバイ5台ぐらい持ってるんですけど、まあ、それぐらいはいいよね。で、豪邸も持ってるんだけど、あんまりね、家にはいないんですよ。あの、どっちかっていうと、そこら辺で、あの、うろうろしてるのを、汚いスニーカーで、変わってますよ、本当にね。まあ、だけどね、まあまあ、すてな人なんですよ、本当にね。いや、素晴らしいですよ。映画素晴らしい。 まあ、あのハリウッドでもすごいスタッフにね、人気があって、本当素晴らしい人ですよ。本当謙虚で、ね。足なんか本当組まないよ、ふだん。だけどまあ、日本人の方はなんだか分かんなくて、電車の中でもね、邪魔なのに足なんか組んでる人いるじゃないですか。ね、で、足が長いからよとか言う人いますよ、平気でね。いや、キアノ・キアのリーブスの方が長いよ、足は。<laughs> でも彼は足は組まないよ。当たったらあの失礼だし、悪いって言ってるんだもん、本人が。きちんとしてるよね。 だからね、出るんだよ。人間、顔とか態度に。本当に。ね。だってあの、ケアノリーブさんの顔見たらわかるじゃん。俺ら、俺らっていう顔してないでしょ。なんか控えめで落ち着いててね。本当にね、うん。だけど本当にね、あの、顔に出ちゃう。目に出たりね。瞳の輝きとかにも出るし、顎のラインに出るんですよ。顎のラインに出るって怖いよ。だからすぐわかっちゃう。うん。顎のラインの雰囲気が、おいおいおい、待てよ、この人っていう人はね、アウトになっちゃうよね。 形じゃないよ、これ。形を言って、見た目を言ってんじゃないからね。間違いないでくださいよ。俺の顎を何言ってんだよって人、違いますからね。そうじゃなくて、なんだろうね。やっぱりなんかね、あの、漂ってくるものが顎のラインに出るんだよね。うん、まあ、これは、あの、形じゃないから説明できないですよね。まあ、だけどね、出る。顔に出る。目に出る。うん、だからよくね、見ないといけないですよ。ね。 まあでも、お付き合いしてる時は優しかったりしますよね。うん。で、結婚したら急にね、変わる人っていうのも多いんですよ。多い。ね。まあ、なかなか人生修行がまだ足りないっていうことなんでしょう。そういう人はね。うんだけど、まあまあ、相手もそうかもしれないけど、こっちも、ね、やっぱりちょっと、見る目がなかったとか、まあいろんなことがあって、まあ失敗した場合ありますよ。ね。ま、う、あ、ん、だからしょうがない、これはね。 うんだからまあまあ、あの破綻するんだったら破綻、早めにね、次行かなきゃいけないしね、まあ、続けるんだったらお互いに話し合って改善して続ける、いろいろありますよ、それはね。どうしても許せないっていうことも出てくるでしょう。まあ、所詮他人なんでね、結婚っていうのはね、まあ、そういうこともあるでしょう。まあ、どこまで妥協できるのか、どこまで相手を受け入れられるのか、ね、本当に愛しているのかどうなのか、愛されているのか。 これは難しいですよ。人間の永遠のテーマじゃないですかね。それはね。うん。まあ、無償の愛っていうことができればね、いいんですけど、なかなか親子だって難しいじゃないですか。ね。いろいろ大変。本当に。あの、お金のやり手もそうですよね。あの、結構ね、多いのが、 例えば、あの、子供が専門学校に行くって言ったら、じゃあお金は貸すからねっていう家庭多いのにびっくりしましたね。お金を貸し出すんですよね。で、お前の専門学校、大学とかにお金を貸し出すから、貸すから、これはちゃんと返しなさいよ。働き始めてからって言ってね。多いですよ、結構そういう家庭。あ、うちもそうだよっていう人いますよね。うん、あの、それが親の方の立場だったり、いや、子供の時そうだったよっていう人もいますよね。 まあ、わかんない。あのー、これは本当にね、なんか、恨まれるかもしれないですけど、うちがね、なかったらそういうのないんですよ。あのー、もう大学行くか行かねえかって言われて、うん、も、ま、う、あ、大学受けて行きたいなって言ったら、あじゃあ行けばいいじゃないって言ったら、あの、お金とかはどう、どうしたらいいって言ったら、そんなもん、まあ俺がいくらでも稼ぐから心配すんだよって言われ <laughs> そんなもんまで心配して生きてんじゃねえよってうちの親父に <laughs> 言われて <laughs>。いやー、なんかおじいちゃんそっくりなんですおじいちゃんそうだったの。うちの父親がね、やっぱりね、お金がなくてどうのこうの言ったら、そんなこと心配すんな俺があの生活の面倒なんか見てやるって言ってずっと見てくれてたの。あの、まだ稼げない時にね。もう私も生まれしたんですよ。幼稚園とかの時。だからうちの父親は、あの、仕事が嫌いな人間だったからね。 好きな仕事しかやんないから、なかなか成功しなかったんだけど、ある日突然成功したんですよ。うん、なんだけど、それまでね、ブラブラしてたの。本当に。まあ、酒は飲むわね、ギャンブルはやるわね。で、みんなから、ろくな人間じゃないって言われたんだけど、うちのおじいちゃんとおばあちゃんだけ違ってたね。いや、あいつは才能があるから、いつか花開くから、それまで俺が面倒見てやるって言って、何の文句も言わなかったよ。本当に、一言も。見事だったね。 ああ、でもすごいなと思って小さいというから見てるから、ああ、そんな人間になりたいなと思いましたよ、私は。だから、まあ、今そういう人間に、ね、なってるんですよ。せましてやるんだったら文句言っちゃいけないね。もうお前面倒どう見てやるって言ったんだったら文句言っちゃいけないね。子供を作ったんだったら自分が作ったんだから、ね。やっぱり面倒見のは当たり前だもんね。何が起きたって最後まで見ないとね、いけないってことですよね。 うん、まあ、だけど、それだけ、気合が入るかどうかの話じゃないですかね。だから、それは、あの、子供だけじゃなくて、相手もそうなんですよ。ね。あの、お付き合いして、結婚して、まあ、一生面倒見ますよって言ったら、気合入ってないといけないですよね。約束したんだったら、やっぱり一生面倒見なきゃいけないんじゃないですかね。まあ、相手も相手ですよ。相手も調子に乗っかっちゃいけないしね。<laughs> 相手ね、調子に乗っかって、あっちの面倒見てくれるの <laughs> とかやってたらそりゃダメだよね太平洋の彼方までぶっ飛ばされるよ、本当に。ねえ。まあだから調子に乗っかっちゃいけない。ね。欧米な態度をとってはいけない。常に感謝の気持ちでってことですよ、お互いにね。お互いに。まあいろいろありますが、うん。まあちゃんと自分の好きなことをね、仕事は大変ですよ。なんだって大変。どんな仕事でも大変。だけど好きなことをやっていけるのと、 ねえ、いやーもう我慢して苦しいストレスが溜まりすぎてって、そうやって仕事していくのは違うじゃないですか。少なくてもね、世間で目立たない仕事かもしれないけど、自分はこれが好きだっていうことをやっていった方がまあいいですよ。それは。ね。で、休みの時はゆっくり休んでね。で、自分のまた好きなことをやってっていうことですよね。充実したね、毎日日々を送っていかれた方がいいですよ。 ストレスが溜まりまくる毎日だとね、体に来ちゃう、いつか。うん。だからガタガタってなってしまうんでね、絶対来ますよ。ガタガタガタっとね、腰に来る人いますよ、結構。肩と腰多いですよ。もう、もう、助けてっていうぐらい、あの、調子が悪くなっちゃう。肩とか腰がね、首回りとかね。まあ、だからすぐ整体とか通っちゃうんだけど、なかなかね、やってもらった後はすぐいいんだけど、まあ、長持ちしないよね。 またぶり返して、また行かなきゃいけない。またぶり返して、また行かなきゃいけないの。繰り返しだから、それはなんか原因があるわけだからね。原因根本的に改善した方がいいと思いますよ。本当に。そっちの方が早いよね。対処療法じゃなくてね。まあまあ、いろいろゆっくりね、足元見つめて、基盤を見つめて、ちょっと改善をしてっていうことが必要な人もいるかもしれないですよ。ね。一生に一回ですからね。人生は。今日この瞬間、ね、過ぎたらもう後戻りできないんですよ。 だから全力でぶつかっていくしかないですよ。何事もね、全力を尽くすんですよ。心を込めるんです。感謝の気持ちも大事ですよ。感謝の気持ちなければ何事も成し得ないです。絶対に。うーん、これもね、やってみいかないとわかんないですよ。何事も感謝ありがたいと思ってね、本当にありがとうございますですよ。いつでもね、頑張りましょう、皆さん。応援しますんでね。第一例も、 気合入れれば乗り切っていきますから全員ね。大丈夫ですよ。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。